1月12日土曜日、めちゃイナベーション in 売り坊井戸下よ全員集合が開催され、およそ800人の来場者でにぎわいました。これは若手生産者が中心となって、いなべ市の農畜産物の美味しさを広めるとともに、農業の活性化を図り地域を盛り上げていこうと定期的に開かれているイベントです。今年はイノシシ年ということで、シシ肉入りの味噌煮込みうどんやカレー、スパゲッティ、煮物、竜田揚げなど本格的なシシ肉料理も作られました。この日使用したシシ肉は18キログラム。売り坊の料理長、鳥栖健吾さんは、カレーに入れるシシ肉は牛乳、味噌煮込みうどんと煮物はヨーグルト、そして竜田揚げは塩麹で漬け込むなど臭み消しをして、シシ肉を柔らかくすることにもこだわったそうです。またパンやもなか、飾り寿司は可愛らしく、子どもたちにも人気で、すぐに売り切れていました。この他にも北西町川原で収穫されたお米のミルキークイーンと、こだわりのタレで農家自ら作るみたらし団子や、肉のうまみとお茶の香りが癖になるという石暮茶と桜ポークのコラボ商品ブッチャー、そして甘くてジューシーなイチゴなどが来場者を楽しませていました。さらに抽選会も行われ、 S級ファームのミニトマトを見事当てた人は、今年はいい年になりそうですと笑顔で話していました。売り坊の菱木敦史理事長は、この催しに若手生産者が積極的に参加してくれるのが嬉しいです。これからもみんなで案を出し合い、いなべが誇る農畜産物の魅力を広めていきますと話していました。